はい、どうも皆さんこんにちは、ベイさんです。今回はこんな感じのリアルな PC の作り方を紹介します。この回路ですね、こんな感じでボタンを押すと、はい、起動音が鳴るという申し訳程度の回路様子があるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速作り方を紹介していきます。はい、それでは作っていきます。必要な材料はこんな感じです。結構ね、材料必要なもの多いので、しっかりね見てどれが必要かっていうのを確認してください。必要な人はね一時停止してみてください。ではまずこのように地面を1ブロック掘ってください。で、このね掘った地面の両側にこのように2つ防具立てを設置。防具立てにはそれぞれこんな感じでねチェーンのヘルメットを着させます。で、この防具立てをこんな感じで両側から押すようにピストンを設置して、ピストン両方ともオンにして、この穴にね防具立てを落としてください。で、この防具立ての上にこのね頭皮の木材を設置していただいて、このように頭皮の木材を押し込みます。こんな感じでキーボードを作ることができます。はい、で、そうしたらこんな感じでね L 字になるようにブロックを設置。でね、このキーボードの横にこのようにボタンを設置します。ボタンの素材は何でもいいんですが、私はねデバイスは黒の方がかっこいいと思っているので、この磨かれたブラックストーンのボタンを設置します。別に素材は本当に何でもいいです。マウスっぽいのを選んでください。でですね、これ統合バーですね、このボタンの向き変えることができないんですね。なのでこんな感じで横向きになってしまって、もうそれがどうしても気に食わないという場合はですね、向きを変えて作ってください。それでは続き作っていきます。ではここですね、このキーボードの奥にブロックを設置。で、このブロックの上にはこのように横向きに防具立てを設置します。はい、こんな感じですね。で、この防具立てにはこのように縦を持たせます。はい、で、この縦を持たせた状態でシフト、しゃがみながら、クリックするとこんな感じで縦がね地面と平行になります。試してみてください。はい、で、このようにね縦をね向き変えることができたら、その上にクォーツのレンガを設置。で、このクォーツのレンガを押し込むような形でピストンを設置して、はい、押し込みます。こうすることで、このね画面が暗くなるはずです。で、このねモニターを囲むようにこのようにね、壁をね作ってください。で、このね壁の奥にもこのようにブロックを設置しておきます。はい、こんな感じです。はい、で、そうしたらですね、次はこのマウスの横に PC の本体を設置します。この向きでドラゴンの頭を設置してください。で、ドラゴンの頭の先には同じようにねこのようにクォーツのレンガを設置しておきます。はい、こんな感じですね。結構見た目ねぽいんじゃないですか。それっぽいですよね。はい、で、ここまで作れたらここね床を変えていきます。こんな感じでね木材の床に変えていってください。床の素材は何でもいいんですけど、私はね木材が一番いい感じになるんじゃないかなと思います。で、次は椅子を設置していきます。まずここに石のハーフブロックを設置。で、このね両側にはこのようにトラップドアを設置。で、この後ろにはこのようにドアを設置します。はい、で、そうしたらですね、ここに1、2とレールを設置していただいて、ここにトロッコを設置します。はい、そうするとトロッコがね後ろに下がるはずなので、もうちょっとね押し込んでおきます。はい、こんな感じです。これでね実際に座れるようになります。はい、で、そうしたら続きやっていきます。まずこんな感じでね壁を作ってください。ここね出っ張りなくてもいいんですけど、少しね出っ張りあった方がなんかちょっと囲まれてる感じでそれっぽいので、ここちょっとね1個出っ張りを追加しておきます。で、そうしたらですね、ここですね、ここにこんな感じで本棚を設置します。まあ、書斎って感じですね。で、この本棚の上側を見るようにトラップドアを設置して、トラップドアね全部カチカチカチっとやっておきます。はい、こんな感じです。で、それに合わせて壁はね少し高くしておいてください。はい、これでですね建築の部分は完成したので、最後にね起動音を作っていきます。それでは裏側にやってきてください。で、裏側にやってきたら、ここら辺地面の部分を掘っていきます。はい、でですね、こんな感じで地面を掘ると、ここにねドラゴンの顎が出ていると思うので、このドラゴンが置いてあるところの横、ここがボタンが置いてあった位置になります。そうしたらここのねボタンが置いてあるブロックの1ブロック下、ここの土を壊してください。で、ここにレッドストーンパウダーを設置します。で、このレッドストーンパウダーからつなげるように、このようにリピーターを設置。で、リピーターを設置したら、地面はね、3回クリックして4にしておいてください。で、そうしたら、粘土と氷塊を用意していただいて、動画のように設置します。こんな感じですね。1、2、3、4。で、その横にももう1個、こんな感じです。はい。
こんな感じですね、サイコロの4にちょっとおまけつけ出したみたいな感じで設置してください。でこのねブロックの上には全て音符ブロックを設置で、音符ブロックと音符ブロックの間はこのようにリピーターを設置してください。でそれぞれのリピーターの遅延を説明します。まず最初のリピーター、これは2です。で次のリピーター、これは3回クリックして4にしてください。で最後のリピーターは1回クリックして2にしておいてください。そしたら次は音の解説をしていきます。最初のブロックはミの音にしたいので10回クリックしてください。はい、でそうしたら次のこれですね、この音符ブロックはシの音にしたいので17回クリックしてください。はい、で次これはですね高いファのシャープにしたいので24回クリックしてください。はい、で次この2つはですね、シの音にしたいのでさっきと同じように17回クリックしてください。はい、これで OK ですね。はい、ではねこのボタンを押して試しています。はい、こんな感じでね、まあパッと聞いた感じ合っていれば OK です。はい、これでね今回の建築は完成です。これね、もしうまくできなかった場合はこの動画をもう一度よく見直してみてください。それでもうまくできなかった場合はコメント欄で質問をお願いします。はい、というわけで今回はリアルなパソコンの作り方を紹介しました。このチャンネルではレッドストーン回路や装置系の動画を出していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。またコメント欄で作ってほしい回路のリクエストや質問などもね、受け付けているので、ぜひコメントしていってください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。